マディソン郡はアメリカ合衆国フロリダ州の北部に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は19,224人であり、2000年の18,733人から2.6%増加した。郡庁所在地はマディソン市であり、同郡で人口最大の都市でもある。基本的にアルコール飲料の販売が禁止される。 ドライ軍だったが2012年8月28日から販売が許可されるウェット軍になった。マディソン軍は1827年に設立された。軍名は第4代アメリカ合衆国大統領ジェームズ・マディソンにちなんで名付けられた。軍内の小集落グリーンビルはリズムブルースの巨人レイチャールズが子供時代を過ごした場所である。 アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は七百十五点八零平方マイルであり、このうち陸地六百九十一点七九平方マイル、水域は二十四点零零平方マイルで、水域率は三三点五パーセントである。主要高規格道路鉄道群内を二本の鉄道が通っている。主要線は CSX トランスポーテーションであり、二千五年までは、 アムトラックのサンセットリミテッドが使っていたシーボードエアライン鉄道が所有していた。2006年のハリケーンカトリーナによってニューオーリンズからの運行が止められた。この時点までマディソン駅が軍内唯一の停車駅だった。もう一本の路線はジョージアフロリダ鉄道であり、軍内ではアメリカ国道221号線の極近くを通っている。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データであるグリーンビル町リーチマディソン市群町所在地。ありがとうございます。